ドンレイといえば、長年 CM に出演して一世を風靡した俳優の川谷拓三さん。あの人懐っこい笑顔が懐かしくて気になって調べてみると、意外な事実が分かったのです。3000回死んだ男という異名を持つ元大部屋出身の俳優の川谷さん、本名は仁科拓三さん。1941年7月21日生まれで、父の川谷翔平さんは日活のカメラマンとして生涯237本の映画の撮影をした人で、母は女優の山地文子さんという映画関係の家族の四男一女の三男として満州の新疆で生まれています。終戦後6歳の頃に一家で満州から引き上げ、高知県の安芸市で育った川谷さん。当時父親は定職に就けず、母親が市内の映画館の自転車預かり所で働いて生計を支えていたそうです。川谷さんも小学校3年の時からバイトを始め、放課後はポスター張りや看板の掛け替え、夜は自転車預かりをしながら、幼い頃から映画に親しんだそうです。映画「乱暴者」のマーロン・ブランドに魅せられて、中学卒業後に映画俳優になるために15歳で京都撮影所の門を叩きます。氷屋で働きながら18歳で第二東映のエキストラグループに入ると、美空ひばり主演の映画「ひばり捕物城振袖小判」で死体役としてデビューして、半年後東映京都撮影所の大部屋俳優として入社して、切られ役、殺され役専門で1日3回も死体を演じていた川谷さん。この頃に5万回切られた男の異名を持つ大部屋時代の仲間の福本清三さんとは同じアパートに住んでいたこともあったそうです。ようやく1967年の映画「日本侠客伝切り込み」で初めてセリフをもらいますが、その後も下積み生活は続いたそうです。しかしあることで転機が訪れます。実は川谷さんの一番上のお兄さんが癌で余命宣告を受けていたそうで、鶴田浩二さんの大ファンだった息子のために、両親はなんとか鶴田さんに会わせてやりたいと川谷さんに懇願したのだそうです。しかし1階の大部屋俳優の川谷さんが大スターの鶴田さんに声をかけるなど論外でした。それでも両親の気持ちに動かされて、川谷さんは意を決して鶴田さんのところへ行き、あっそも知れぬ兄が大ファンで、どうか兄に一目会ってやってくださいと川谷さんが頭を下げると、鶴田さんはわしの顔を見て死んでいけるんならそれも供養や、行ってやるよと病院へ駆けつけてくれたそうで、お兄さんはそれから数時間後穏やかに息を引き取られたのだそうです。そしてこのことが縁で、川谷さんは鶴田さんの付き人となると、端役のチンピラ役をもらいながら任侠映画で新境地を開くのです。そして深作欣二監督の仁義なき戦いシリーズでは、海で両手を縛られてボートで引きずられる役で、死にかけたり全身ヒラルマの役や、リンチで惨殺される役などで体を張り続け、1975年の県警対組織暴力では京都市民映画祭の助演男優賞を受賞し、川谷さんの迫真の演技が話題となりました。ちなみに深作監督が刑事役の菅原文太さんに、川谷さん演じるチンピラの松井拓を本気で殴るようにと言ったもんですから、顔を晴らすほどボコボコにされた川谷さん、実はそうするように進言したのは川谷さん本人だったそうです。まさにリアリティを出すために命がけで挑むその姿を、誰かがどこかで見てくれていたわけです。その誰かとは、証券こと萩原健一さん。東京で飲んでいて偶然居合わせた萩原さん、県警対組織暴力見ましたよ、
松井拓、よかったですね。今度、一緒に仕事をしましょう。と、声をかけられた川谷さん。単なる社交辞令だと思っていたところ。後日、萩原さん主演の伝説のドラマ、前略おふくろ様のオファーを受けて、同じ東映の室田秀夫さんと共に、酒癖の悪い鳶職人の敏夫役で出演。室田さんとのコンビが大人気となって、1976年の映画トラックイエロー望郷一番星にも、二人揃って出演されて以降、すっかりお茶の間の人気者となります。他にも、川谷さんで思い出されるのは、東映ピラニア軍団ですが、渡瀬恒彦さんが発起人となって、大部屋仲間の志賀勝さんや岩尾正隆さんをはじめ、室田秀夫さん、小林念次さん、片桐隆二さん、成瀬正隆さんらで結成されると、ブームとなって大ブレイクします。1976年には、ピラニア軍団が総出演した映画、河内のおっさんの歌で、一般映画で初の主演をしている川谷さん。東映から独立後も、その活躍はとどまることを知らず、1978年 NHK 大河ドラマ黄金の日々で、助里五右衛門の幼馴染の杉谷善寿坊を演じ、その印象的な最後に、涙が止まらなくなった方も多いのではないでしょうか。その後も名バイプレイヤーとして、数多くの作品に出演した川谷さんですが、1976年、日清どん兵衛の CM で山城慎吾さんとのコミカルなやりとりが人気となると、なんと1990年までシリーズ化しただけでなく、1980年には映画ミスターどん兵衛が作られたほど、国民から愛されるキャラクターとなりました。しかし、それも突然、終わりの日が来たのです。1995年5月下旬に体調を崩し、東京の病院で検査を受けたところ、なんと肺がんが判明。すでにステージ4でしたが、本人に告知することもできずに、10月に入院するも、同年12月22日午後8時30分、54歳の若さで他界されてしまいます。そんな川谷さんは、1963年に、東映の大部屋仲間だった、女優の仁科克子さんと結婚して、婿養子となっています。克子さんの父親の仁科熊彦さんも映画監督で、母親も女優の岡島津也子さんでしたから、夫婦揃って映画関係者の子供でした。2014年のある番組で、生前の川谷さんの驚くべき事件や、現在の生活について、赤裸々に告白されています。克子さんは川谷さんとの間に、一男一女を授かった後、女優業を引退。家庭に専念していたのですが、川谷さんは自分のおごりで毎晩飲み歩き、稼いだギャラはほとんど飲み代に消えたほか、経済的に余裕がないにもかかわらず、人にお金を貸すなど金銭感覚がゼロで、お人よしだったそうです。1990年には個人事務所を立ち上げるも、経理担当の社員を信頼して、金銭関係のこと一切を任せると、その社員が3年にわたり7000万円を横領。克子さんが経営に乗り出すも、川谷さんが他界した時点で、貯金はゼロだったそうです。現在も京都の太秦に住んでいるそうですが、年金暮らしで金銭的な余裕がなく、家の門は傾き、庭は荒れ放題なのだそうです。それでも、克子さんは川谷さんの人柄を愛していて、今でも部屋は当時のままなのだそうです。さて、そのお子さんたちはというと、1966年生まれの長女の仁科富貴さんは、女優として活動していましたが、1997年 NHK 大河ドラマ毛利元就に出演以降、活動しておらず、現在は引退されているようです。また、1970年生まれの長男の仁科隆さんは、北野武監督、
深作健太監督の作品など、映画を中心に俳優として活動し、2000年の NHK 朝の連続テレビ小説、オードリーが代表作となったのですが、2002年に大麻所持で逮捕され、謹慎となるも、2003年には復帰して、父親の面影を忍ばせる風貌で、脇役俳優としての地位を確立しています。いまだに、たかしさんは、父親の演技を見て、学ぶことが多いのだそうです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？川谷さんの生き様を見ていると、役者冥利とは、お金では買えないものなのだなと、思わされてしまいますね。それではまた次回お会いしましょう。